アルベルト・バッサーマンはドイツの俳優。ベルリン時代にバッサーマンが住んでいた住居に掲げられている記念名版マンハイムに生まれ科学に関する高等教育を受けたが、1887年にマンハイムの劇場でボランティアスタッフとして参加したことから演劇を志し俳優としての活動を始めた。その後、イ人間の劇場に4年間在籍してからベルリンに移る。 1909年からは、マックス・ラインハルトなどのもと、ドイツ劇場で1915年まで研鑽を積んだ。1913年からは、優れた演技力から、数多くのサイレント映画に、主役級で出演。1934年のオーストリアとビス社製作の、音楽映画、恋は終わりぬで、主演の田中道子を慕う、老教授役で、日本でも知られるところとなった。 しかし、1908年に結婚していた妻で女優のエルゼがユダヤ系であったことから、ナチス政権に女優活動を制限され、家族でスイスオランダ・オーストリアを転々とした後、1938年3月13日に家族を伴い、オーストリアから渡米。アクセントの強い英語を武器にした性格俳優として映画、舞台で活躍した。戦後、 再び欧州へ戻り、ウィーンの国民劇場で、ナチスドイツの犠牲者へ捧げる公演であった、ヘンリック・イップセンの、幽霊へも出演した。その後もいくつかの作品に客演したが、1952年に、ニューヨークからチューリヒへ向かう機内で、心臓発作を起こし、妻の腕に抱かれたまま亡くなった。マンハイモ墓地の名誉墓碑のもとに葬られている。妻のエルゼは、 ライプツィヒ出身で、アルベルトの死後も、女優やコラムニストとして活躍したが、1958年に病を得て、1961年5月29日、バーデンバーデンにて83歳で亡くなった。二人の間には1908年に生まれたカルメンという一人娘がいるが、長らく精神障害を患った後、1970年に交通事故で亡くなっている。 バッサーマンは1911年にフリードリッヒ・ハーゼからイ・フラントの指輪の正式な継承者とされた。詳細は当該項目を参照。バッサーマンは生存中に700のレパートリーをこなし、主演を含む通算70本への映画出演歴と1万回を超える舞台出演歴を持つ。下記に主な出演映画作品を挙げる。ありがとうございます。